とうございます。まれにレジン液の種類によってベタつくものもあるみたいなんですけど、多分ほとんどの場合はこの表面が硬化しきってないからベタつくんじゃないかなと思います。ちょっとモールドで試してみたいと思います。着色したレジン液をこのモールドの中に入れます。で、私の持っているこのレジン液、だいたい36ワットで2分から4分で固まりますよって書いてあるんですけど、これ今4分くらい固めました。ちょっと表面を触ってみます。これ今触ったところにこの指の指紋がついてしまいました。手にレジン液がつくっていうほどではないんですけど、見てわかる通り表面がペタついてるなっていうのがお分かりになるんじゃないかなと思います。これは記載された2分から4分で今取り出してみたんですけど、まだもう少し硬化した方がいいんじゃないかなっていう状態です。で、これ逆に1時間前に作ったレジンなんですけど、これは36ワットで約10分ほど硬化させたものです。ちょっと触ってみます。全く指紋もつかないし全然ベタつきません。こっちはちょっとこう爪が当たったりするとこうなんか跡がちょっとついてしまうぐらい、やっぱりまだ表面がつるんと硬化してないんだなっていうのがわかります。こっちも同じようにちょっと爪をこう当ててみるんですけど、全然跡も何もつきません。私は普段最終硬化を10分ほどしてからすぐに触らずにしばらく太陽の光が当たるところに置いておきます。で、その間に別のものを作ったり、あとはお家のことをやったり、数時間放置しておくと触っても全くベタつきません。なので皆さんが使用しているレジン液に必ず硬化時間が記載されていると思うんですけど、その時間よりも気持ち長めに硬化するのがおすすめです。なのでざっと流れを言うと、半分ぐらいレジンを入れた後に封入物を中に入れる。で、そこで一度仮硬化をしてレジンと封入物を一度固める。で、さらに上にレジンをかぶせて最終硬化に入る。もし必要だったらその上にさらにコーティングをしてもいいと思います。そうやって何回かに分けて硬化をして、最後に10分ぐらいは最終硬化をして、心配だったら最後に太陽の光をちょっとこう当てて休ませておくっていうのが私の一連の流れになってます。表面に少しレジンを乗せてあげます。これでもう一度コーティングをしてあげます。10分硬化させて30分ぐらい太陽の光を浴びせました。触ってみると全然こう手にベタベタすることもなくてつるんとしていて、指紋も全くつきません。爪がこう当たっても跡もつきません。こんな風にベタベタしてしまってももう一度コーティングをすれば綺麗に復活します。ヤスリやクリームを使って表面をツルツルにこう磨くやり方もあるし、トップコートでツヤを出すっていうやり方もあるみたいです。多分皆さんそれぞれ作るアクセサリーの種類も違うと思うんですけど、もしできたら最終コーティング、いつもどのようにして仕上げているか教えていただけたら嬉しいです。こういうモールドの中にレジンを入れるときにどうしても溢れてしまうときがあるっていうことなんですけど、一応私も入れるときにこういった小さなモールドの場合は一気に入れると溢れてしまうので、ちょっと手間かもしれないんですけど、こんな風に少量ずつ入れて様子を見ながら入れていきます。で、ちょうどいいところでやめる。で、もしこんな風にちょっと溢れてしまったとき、こんな時は綿棒なんかでこの周りをちょっと拭いてます。まずどうしてワイヤーからレジンが流れ出してしまうかというと、この何かこう形を作ってマスキングテープに貼った時に歪んでいてレジンがその隙間から流れ出してしまう場合、あとは
ワイヤーとワイヤーのつなぎ目から流れ出してしまう場合、2つあると思います。でまず一番最初に歪みをなくすっていうのが一番大事なポイントです。私よくリアルな花びらを作るときに、この綺麗な曲線ではなく、ちょっとこうなんかこうふんわりとした形を作りたいので、よくワイヤーをこんな風に上下に動かして自然な曲線を作ってます。こんな風に。でこれを指に巻いて、こうするだけで自然な曲線が生まれて、ふんわりとした花びらが出来上がります。ただこの花びらの作り方は、こっちから見るとこう横波ができているんですけど、このサイドから見てみると縦波もできてしまってます。欲しいのは横波だけなので、私はいつもこの縦波をこういったペンチを使ってこう鳴らして、まっすぐ平らにしてからマスキングテープに貼るようにしています。でさっきの縦波をフラットにするのがちょっとめんどくさいなっていう方は、この丸やっとこの道具をお持ちでしたら、これを使って横波だけ作っていくのも手かと思います。こうやって人差し指に巻きつけて挟んで、手前にグッと曲げる。そうするとこんな感じの曲線がつきます。こんな風に横波しか生まれないので、フラットにする必要がほぼなくなります。マスキングテープにこんな風に貼ってあげれば隙間ができないと思います。なのでどっちの作り方が作りやすいかは、その作る人のやりやすい方法でいいと思うんですけど、まず一番は歪みをなくしてフラットにすることが一番大事です。はみ出さないコツとして2つあります。1つ目はこの外側からレジンを乗せていくこと。この時ドバーッと一気に流してしまうとワイヤーから溢れてしまうので、最初は少しずつやった方がいいと思います。でこのまま一番はみ出てしまうのがこのワイヤーのつなぎ目なので、このつなぎ目は一番最後にレジンを持ってきます。最後につなぎ目にレジンを持ってきたらすぐ固める。こんな風に仮硬化がすぐできるこのハンディランプはとっても便利です。そうするとはみ出さずにレジンが中に入りました。もう一つのコツは、この一番最初につなぎ目部分にレジンを乗せてすぐ硬化すること。これでここの一番レジンが漏れやすい部分は塞がったので、あとはこの中にレジンを入れるだけです。こういう時、私はこの綿棒の先っぽをちょっとこうつまんで、この綿を取って、でこの綿をこういう幼児の先っぽにくるくるくるって巻きつけてあげます。でこれを使ってこの周りのはみ出ちゃったやつをこんな風に拭き取ってあげると、最後気になりません。次にこれも多くのコメントがあったんですけど、お花によってワイヤーの細さを変えているのはどうしてですかっていうことなんですけど、まず動画で一番よく使う20ゲージと24ゲージを比較してお話します。まず一言で言うと、仕上がりに大きな差が出るからです。細いワイヤーで作る場合はワイヤーの曲線もつけやすいので、華奢なふんわりとした仕上がりになります。なので私はリアルなお花をこう再現してピアスにすることも多いので、本物っぽく再現したいときは細いものを使います。逆に太いワイヤーを使うと、この周りまるでフレームを使ったかのようにくっきりはっきりします。あとはワイヤーが太い分しっかりしているので、この上に何か乗せたいときも
こういう太いワイヤーだとあのしっかり安定していると思います。あとはデザインによってこの太いものの上に細いワイヤーを組み合わせたり、この周りは太いワイヤーでフレームっぽく仕上げて、この真ん中細いワイヤーを入れてちょっとこう模様を作ったり、そんな風に組み合わせて使うことも多いです。これだけでもあの仕上がりに大きな差があると思います。あとは使うワイヤーによって漏れるレジンの高さも変わってきます。それはちょっと試してみたいと思います。ワイヤーの細さを4種類用意したので、ここにワイヤーの高さの分だけレジンを流してみたいと思います。これ一番細い30ゲージのワイヤーなんですけど、この中のレジンってあのランプで硬化させると気持ち収縮して小さくなるんです。なのでこれコーティングも何もしていないので、こんな風にパキって取れちゃうんです。この細いワイヤーを使えば使うほどレジンとワイヤーのこの接着する部分の面積が狭いので、この隙間が生まれた時に外れやすくなってしまったりもします。なので次に大事なのがこの上のコーティングになってきます。ちょっとわかりやすいようにこの一番大きなものでコーティングをしてみたいと思うんですけど、こんな風にワイヤーも一緒にコーティングをしてあげます。次にこれからハンドメイドでイヤリングやピアスを作ってみたい、でも何にも持っていない初めての人はこれを買え的なものはありますかっていうことなんですけど、どんなピアスを作ってみたいかにもよるとは思うんですけど、一番基本的なパーツとしてはまずイヤリングやピアスなどの金具、ビーズなどを通すのに使う T ピンや Q ピン、パーツ同士をつなぐための丸カン、あとはそういったパーツを取り扱うのに使うペンチや丸やっとこ、多分これら全部100円ショップでも揃うと思います。これ今持ってるビーズをちょっと組み合わせて作ってみたんですけど、手芸屋さんなんかで可愛いビーズに一目惚れをしたら、こういった T ピンに通してあげるだけで本当にシンプルなんですけど、こういった可愛らしいピアスも簡単にできます。本当に初めてなんですっていう方はこういったビーズなどを通すタイプが結構シンプルで作りやすいかなと思います。 T ピンはこんな風にビーズを通してあげて、で最後にこの丸やっとこを使ってこの先っぽを丸めます。こんな風にまずは自分好みのビーズで作ってみるのもいいかもしれません。で慣れてきたらビーズをたくさん組み合わせてみたり、リボンやチュールなどを使ってみたり、まずは簡単なものから試してみて、作るのって楽しいってもし思えばあのいろんなものを試してみるのがいいかなと思います。ほとんどもうレジン液が残っていません。これをそのままライトに入れて硬化させます。この朝食パレット、アクセサリーと一緒に5分ぐらい硬化させました。5分ぐらい硬化させるとこの中のレジンがあの固まっていて、こんな風にペロリーンって取れるんです。こっちもこんな風にペローンって取れるんです。今回すごく綺麗に取れたんですけど、こうプチ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 ってちっちゃなレジンの粒がついてる時もあるので、そういう時はちょっとこう爪で剥がしたりとか、このレジンクリーナーを使って綺麗にしたりとか、であとはこう水洗いなんかをしてちょっとしたこうホコリだったり小さなレジンの粒をあの流してあのひっくり返してあの乾かして次また使うようにしています。私はこの MT っていうショップ、マスキングテープ専門のショップなんですけど、そちらで購入しています。このマスキングテープ、普通のマステに比べるとだいたいこう3倍ぐらい の, あの幅があるので、大きなものをいっぺんに貼りたいときにとっても便利です。
あとは私使ったことはないんですけど、ここのコメント欄で教えてもらったんですけど、レジン用のマスキングテープっていうのが最近売られてるみたいで、それを使うとすごく綺麗に仕上がるみたいです。もしレジン用のマスキングテープ使っている方が今見てくださっていたら、ぜひ使い心地を教えてもらいたいです。できるだけサクサク説明していこうと思ったんですけど、どうしても全部の質問にお答えすることができませんでした。本当に申し訳ありません。動画内でお答えできなかった質問はコメント欄でお返事をしたいと思うので、ぜひそちらを参考にしていただけたらありがたいです。最後に、レジンを始めたきっかけは何ですかっていう質問をいただいたんですけど、4年ぐらい前に自分の結婚式につけるアクセサリーを早くから探していたんですけど、なかなか見つからなかったんです。で、私ダイヤがキラキラとかラインストーンキラキラっていうザ・ブライダルジュエリーが私にはあんまり似合わなくって、どちらかというと透明感のあるものや、あとお花がついていたり、そういうものをイメージしていました。で、すっごい探して、ある時ネットでレジンを使ったブライダル用のピアスや、あとカスミソウのピアスを見つけて、これだと思ったのがレジンとの出会いです。レジンはデザインやパーツを変えることで普段使いもできるし、そういった特別な日にもつけられるのが素敵だなと思って、そこから必要なものをたくさん買い揃えました。なんですけど、その頃は仕事がとにかく忙しくって、自分の趣味に没頭する時間がほとんどなくて、やりたいのにできないっていう悶々とした日々を過ごしていました。で、夫の仕事の関係で今こうしてアメリカに来てるんですけど、今までできなかったことをここに来てチャレンジしているっていう状況です。レジンとかハンドメイドを全般的に自分にとって本当に生きがいになっているものなので、それをこうしてたくさんの方と共有して話して教えてもらいながら今も続けていられることは本当に感謝でしかありません。皆さんとこれからもいろんな可愛いものをシェアしていきたいなと感じております。こんな私ですが、最後まで見ていただきありがとうございました。たくさんの質問もありがとうございます。またぜひ次回の動画も見てください。